を仕掛けてくるか。弾かれる。ここはカロー落ちてクリアします。マルガー16歳という若さでこのピッチに立っています。ゴールボイゴールゴールゴールボイボイゴールボイゴールボイボイボイゴール先制。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや奪ってからの仕掛けが早かったですよね。力攻への切り替えの速さとフィニッシュの精度、これはチームが目指している理想の形じゃないでしょうかね。ディフェンスものともせずドリブル。これはファウルではありません。少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。時間をかければ攻撃の枚数が増えるんですけど、その分守備も戻ってきてしまいますからね。今みたいな状況であれば一気に行きたかったところです。噛み合わない。ジロン、デルセイ、どうだ、シュート。一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ミルコ、43分です。ミルコ、さあ右へ預けて、ボールは渡る。ゲランテルまではまだ距離があるところ。はい、ボールだ。ロングシュート。いやー、ゴール。右足で打ち抜きました。同点です。試合は振り出しに。長い距離振り抜きゴール。素晴らしい。非常に気持ちのいい一発でしたね。切り込んでいく。パスが通る。うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。やはり裏を積極的に狙っていくのは非常に有効ですよね。共に選手交代があるようです。素早いクロス、どうだ。シュート。シュートで終わりますが、枠へはいきません。まあフリーでね、いい状態でシュート打ってましたからね。ここは枠に持っていきたかったですよね。でしたけどもね、ちゃうかな。シュート。来た。ゴール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 。もう残りわずか。このゴールはチームにとって大きいですね。このゴールを守りきる意味でも最後まで気を抜かずにプレーしてほしいですよね。うわー、来た。ゴール決まった。ここで同点になってしまうというこの試合展開です。
素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なこともそうですけど、選手同士の連動が素晴らしかったと思いますね。だからね、よく追いつきましたね。これもチームの力だと思いますね。ジロ、ここで試合終了のホイッスル。同点で試合終了です。さあ、ゲームは終わりました。両チームとも攻撃的だったので非常に面白い。中入ってきますよ。つながっていく。そのまま打つ。ゴール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 先制。弾いたボールきっちりと押し込みました。狙ってたんじゃないでしょうかね。キーパーがファンブルする可能性を予測して詰めていったんでしょうね。どうする？オルムセン、いいボールだ。シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。長いボールでスペース狙ってきましたね。パス1本で局面を打開できる効果的な攻撃だったと思いますね。ヘイシンケル、ここはカットされる。狙う。キーパーかろうじて防ぎます。サイドのスペースを使います。ボールつながります。さあ上げる、中央飛び込んでいってダイビングヘッドでした。タイミングよく飛び込んでのシュートでしたね。ゴールが勝ちなんですけどね。動きの姿勢が素晴らしいですよね。渡ります。中央へ落ちるのか。上げてくる、どうだ、ヘッドゴール。ヨアフナウルト、ここで同点に追いつきました。ダイビングヘッドでのフィニッシュ、決まりました。頭からいったのはいい選択だったと思いますね。どこに出ていくのか。オルムセン、中央へ入っていく。シュート、弾かれて、どうだ、シュート、ゴール。ワフナウルト、ゲームをひっくり返します。キーパーが弾いたボールでしたが、ここは冷静にゴールへと押し込みました。キーパーがファンブルした後の処理をあらかじめイメージしてますよね。今日2点目です。前線からプレッシャーかけたいところですよね。自分で言っても面白いんじゃないですかね。クラースラフ、オルムセン、絶好のパス、上ないですね。ここで笛です。2対1、ヨアフナウルト逆転で試合に決着をつけました。勝利です。なんということでしょう。最初のコーナーキック、
どうだ、ヘディング、ヘディングでした。サイド駆け上がってくる、さあ中央入れてくる、シュート、シュートはジャストミートしています。もう気を入ってきましたね、距離ありましたけども。ありますから、やはりそこ狙ってくると思いますね。どうだ、ヘッド、最後ヘッド合いません。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね。けど悪い選択ではなかったですよね。ミラカチュ、コーナーキック2本目、ボールを上げる、ボールはクリア、ボールは渡る。さあカウンター、スピードを上げたいところ。自分で言っても面白いんじゃないですかね。バックパス抜きにかかるか、外側から攻めていく、イエローカードです。上げてボール、素晴らしい、決まった、ゴール、先制。ダイレクトボレー、素晴らしい、しっかり決めてきました。ダイレクトでしたけど、ボレーのミートのうまさですよね。それが得点につながったと思いますね。ますよ、左サイド上がっていく、セイセル、おお、いいボールだ、ボールが当たります、シュート、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。ちょっと焦りがあったかもしれませんね。繋がります。狙いしましたんですが、ヘディング決まりません。ホークスフェルト、ジュノー、カウンターを仕掛けていきます。さあ左上がっていく、上げてくるか、そして2枚目のカードが出されます。ミラカチュ、残るは10人となってしまいました。さあ今のファール、リプレーです。深い位置からのセットプレーになります。ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。来たか、クロスバーの少し上、シュートコースは悪くなかったですけどね、ちょっと枠にはいけませんでしたね。さあどうだ、渡ります。さあ旗は上がらない。ミラカチュとしては後ろに固まった後もうまく拾えられないですよね。ここからカウンター早いでしょ。フォール、ボールが繋がらない。フォークスペル、上げてくるのか。後半の12分が経過しました。
コーナーキックです。メルキュゴール、コーナーキック4本目。どうだ、これはクリアします。さあカウンターを仕掛けます。ちょっと押し上げが遅いですね。当たります。ボールを奪う、ラストリンク上げる。さあどうだ、攻めの時間帯になってますよね。どこを狙ってくるのか。上がる、まだある。このボールはクリアです。この攻撃は続きませんでした。右サイド、フレブラス、シュート、こぼれた。なんとかピンチを免れます。これはタッチラインの外へ逃れます。これはクリアします。いいですね、繋がっていく、弾かれます。おっと、これはやってしまったか。直接ディフェンダーに当たって入ってしまいましたね。リードしてたのにもったいないですね。悔しいでしょうね。攻め込んでいきます、前を向いて受けます。中央へダイレクト、見たか、ゴール、メルキュゴール、勝ち越し、一歩リードです。キーパーまず取れないだろうというギリギリのところを打ち込んできました。ここはクリアします。流れた、これは出てしまいます。カウマール、さあ右サイド、ファールに遭います。ロングフィード、セイセル、どうだ、クリアします。ここで長い笛、最後は守りきりました。メルキュゴール、点差を守りきり勝利しました。スタジアムのサポーターの皆さんも自信がなくなったかのトルマン、早いクロス、ボールはクリア、大事なところですね。上げる、続いてますね。これは誰を狙うのか、ボールを上げる、コーナーキックが続きます。ガンチョラッチョ、今日3本目のコーナーです。ボールを上げる、シュート、華麗なワンツーパスからのシュートだったんですが、これは決まりません。シュートまでのつなぎ、ここは非常に評価できるポイントでもあるんですけども、再開できるか、
ヒルトフィンゲン、ボールつながります。うわー、通るのか。スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。さあ、どのようなボールを選択するか。コーナーキック、どうだ。パスが通る。アプトルマン、サイドへボールを預けます。カールスメンタール、ジンデルターク、スルーパス、ボールは渡る、アジカルテ、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。落とした後またフリーでしたけどね。ギリギリ勝負でしたね。終わりたいですよね。前を向くことができるか。どうだ。これは直接キーパーへ。オルメルソン、上げてくるボックスの中、どうだ。少し時間を使いすぎたか。最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。ちょっと焦りがあったかもしれませんね。シェルードベリは2本目のコーナー。さあ、ボレー。ムルクセニウス、一旦下げる。ギグスバリ、もういいでしょ。リードビクソン、オルメルソン、ここはファールがありましたか。イエローカードです。本日最初のイエローになります。先ほどのファールです。後ろから行ってしまいましたね。直接、直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。ちょっと狙いすぎて壁に当たってしまいましたけど、ナイストライですね。どんなボールを入れてくるのか。どうだ、ヘディング。このヘッド報われませんでした。左サイド上がっていく。ファールに合います。イエローカードです。ロングフィード、ボールが渡ります。いった、待ってた。どうだ、なんとかコーナーへと逃れます。スタジアムが沸きます。いや、込みどころですよこれ。さあ、ボールはヘッド、ポストの左です。いい形でフィニッシュしましたけど、少しだけコントロールが足りなかったですかね。イグスバリ、シャイルスターブ、あっと、ここで長い笛。本日の試合はスコアレスドローという結果に終わりました。さあ、七海さん、